猫空ロープウェイは台湾台北市分散区にある動物園駅と猫空駅を結ぶロープウェイ交通システムである。運営は台北都市運行士が行う台北市分散区の台北市立動物園西側から台湾茶の産地として知られる猫空地区までの全長 4.03km に4旅客駅が設けられている。2007年7月4日に共用開始となった。 台北始発の観光ロープウェイであると同時に公共交通機関として開業した台湾最初のロープウェイでもある。友綱車と国道3号目作 IC 方向転換駅にある上空の取り扱いなしの看板猫空ロープウェイはフランスポーマ社の単線自動循環方式を採用している。現在ゴンドラは普通車116台、底面が透明の強化ガラス製になっている。 クリスタルキャビン31台の計147台を保有しており、方向転換駅に及び、猫空駅に各70台の車両収納設備を有している。ゴンドラ1台の定員は6から8人で、最高で毎時2400人の輸送量を持つ。最高運転速度は毎秒6メートルだが、沿線住民への騒音問題を考慮して、現在は毎秒5メートルで運行され、 全工程所要時間は約17分である。事前に公式ウェブサイトから登場予約をすることで優先的に登場できる悠 u, u カードの使用も可能である。なお、台北都市運では一通り、愛禁優先が相互利用できるが、猫空ロープウェイは対象外となっている。なお、クリスタルキャビンの登場口は一般のゴンドラとは別になっており、外装には 猫友綱の目と表記されている。この路線の特徴として、世界的にも珍しい急角度での方向転換が2箇所設置されており、それぞれに方向転換駅という方向転換のための駅設備を有している。ただし、この方向転換駅はあくまで運転の都合で用意されたものなので、乗降はできない。営業初日に利用者からゴンドラ内の温度が高すぎるという意見が出たことから、 運行する台北都市運行士は将来太陽発電パネル及び空調設備を追加する計画を発表している。車内の温度が高温になることを考慮し、台北都市運内では禁止されている。飲料水の飲用は禁止されていない。開業以来故障が多発しているため、2007年7月30日より祝休日除く月曜日は運休中である。2008年9月末の台風で、 16番目の市中にある路盤が深刻な被害を受けたため、2008年10月1日から長期運休した。2010年3月30日、修復工事が完了し、営業を再開した。路線図方向転換駅では、旅客業務を取り扱っていない。現在運行しているのは、動物園駅猫空駅間のみであり、下記の肉間の延伸計画もあるが、着工は未定である。 地球の歩き方編集室編、地球の歩き方 D11 大北2014から2015年版、ダイヤモンド、ビッグ社、2013年、127から128ページ、ISBN 978から4から478045053、ありがとうございます。